ただ神戸もね前線からの守備がしっかり効いてますよね、はい、ここで奪いました武藤です。中に入れて大迫が右足決まった。今シーズンの初ゴール。ディフェンスがね来てるのを分かってたと思います、はい、なので止めてからシュートのイメージがねもうできていて、もう本当に素晴らしいゴールでしたね。武藤がボールを持つパス、さあ再び山口ホタル、奥サイド折り返した大迫、少しタイミングが外れましたが先制神戸、人が足りなくなってますね、ガンバの方は。神戸の方は逆に前に人がいることで最後もうゆるき選手も斉藤選手も余ってるぐらいの攻撃の形になってましたね、はい、まあ、ですから谷もね当然そのあたりケアし、伊佐武藤が来る、前を向いた、はい、浅田とのマッチアップ切り返して左足まだ行かない、ここでパスだ、大迫だ、はい、パスっていうところ、ここもね本当にねよく見えてますし状態がいいですよね。そうですね。さて初戦ニアです、ヘディング、今これフリーになってますけど、実は入ってくる前の駆け引きが非常にうまいんですよ。大迫決めました。開幕してからの好調さもあるとは思いますけど、これ早川読んでても取れないコースですね、これね、これだけのスピードとこのコースですからね。ゆるきが来ました、山根との一打、左足速い大迫だ、いやで、この武藤選手のこのサイドチェンジのボールも非常に良かったですし、この縦に行ってのアーリークロス、ちょっとずれましたがゆるきです、出直して大迫、逃げるようなふりしてて、ちょっとこれ大迫見ててもらいたいんですよ、後ろに逃げるようなふりしといて前取りましたよね、ちょっとしたワンウェイ、さあ動きなく大迫決めました。今シーズンの8ゴール目、先制ゴールはヴィッセル神戸、なかなかこうチャンスを作らせてもらえない中でね、やっぱりこういう形で PK を獲得、それからしっかりとこうエースが決めきるっていうところで、はい、ゆるきの足元、さあ逆サイドヨニルのシュート打った、ローラセン、そして大迫、こういう距離前にいるんですよね、まあ、そうすることで前手を押し下がって、でセカンドボールに対しても前向きの、もう一度ゆるき中入れて大迫、後ろで武藤だ、大迫と思うんですよね、このクロスですね、この前にね大迫かなり駆け引きをしてるんですよ、はい、初瀬カット、武藤から初瀬、グランダーのボール、大迫だ、グラウンダーしっかりその、ね、はい、駆け引きもありながら、よく見てますよね、初瀬選手も大迫選手の動き出しもはっきりしてますし、おっとこれ大迫に渡った、さあ大迫だ、大迫を駆け引きしながら武藤ビッグチャンス、何か戻して大迫、もうリターンをも狙ってて、まあ、こういうシーンってよくフットサルであるんですけども、ーキーパーを動かしておいてゴール前を上げるというところ、キャプテンも務めました、うん、非常にヨーロッパでもね活躍しましたからね。そうですね。さあ高い位置でボールを奪って武藤から大迫だ。早かったですね。まあ、星ですからちょっとここで武藤と。さあ攻めなければいけない、縦へ入れる佐々木。佐々木えぐって大迫。まあ、しっかりとこう大迫が入ってきたっていうところでしたね。相手のこう少しこう股を抜くようなクロスの、決めました、自信を持ってますね、なんか、はい、跳ね返すか川崎、ゆるきが入れます、大迫、シミッチ選手はついてたんですけどね、はい、本当にタイミングがいいですし強いですね、大迫で来た、一
3ですよね、はい、壁の上をなめるように本当に力はそんなに使ってないと思う。いろんなオプションはおそらく準備してきているはず。初瀬柔らかい大迫、これ大迫に吸い込まれますからね、はい、これうまくブロックを使って犬飼の前に入り込むんですけど、